古作 .jpg 山口耕作は、日本の歴史学者、神戸女学院大学名誉教授、兵庫県神戸市主れ、神戸 YMCA の主事であった山口一郎の長男として生まれた。三影協会で受選、海軍兵学校在籍中に、江田島から原爆投下された広島へ救援に行き被爆、戦後すぐに京都協会に移り、 その夏、教会のキャンプで妹、カナエが推し。青年会の責任者であった、竹中正夫と工作は遺体を挟んで、無言で一夜を過ごした。これが二人の最初の出会いであったという。京都大学大学院在学中に、豪造と言われた、八代武史女日本成公会総裁主教の次女、陽子と結ばれる。八代主教の桃山学院大学設立を手伝い、主教の死後、 神戸女学院大学に移った、1949年京都大学文学部卒業、ミシガン大学、ワシントン大学大学院に留学、桃山学院大学教授、カリフォルニア大学客員教授、ブリッジポート大学客員教授などを歴任。その後、神戸女学院大学教授、学生部長、文学部長、学長、 院長代行を経て1992年、定年退職、神戸女学院大学名誉教授、米国ロックフォード大学名誉博士、中国公衆外国語学院顧問教授、インドネシアフンハッタ大学名誉教授。また、オリンピア幼稚園理事長、園長、アジア協会、アジア友の会理事、神戸 YMCA 理事、トインビー市民の会関西代表などと幅広く活躍。 1993年8月20日、腎臓がんの試し去。AB、現代物庫社、時点1991から1993、P619。ありがとうございます。